やってまいりました第2回ウェザーホームカップ、とても私も楽しみにしております。なんということでしょう。雨の予報が曇り晴れてギリギリ保っております。今日も楽しく頑張るぞ。顔怖いっす。寝起きだ。メルナ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。コンペ当日ですね。いや緊張してます。いろいろ準備されてきたと思うんですけど。はい、いやそうですね、はい、今日はね一日本当に感謝をお伝えする日ということで僕は聞いておりますので、まあ、しっかり準備してきました。楽しんで、ベストスコアを、まあ、皆さん出していただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。頑張ってください。優勝できるように頑張ります。お疲れ様です。後半も頑張ってください。はい、いらっしゃい。はい、ということで、無事にフェザーホームコンペ終了を迎えることができました。見てください、この天気。雨かと思ったのがこんなにいい天気になっちゃってね、本当に嬉しく思います。これから表彰式会場に移動します。行ってみましょうか。それではこちらへ。ありがとうございます。いいタイミングで消えたよ。そして本当にたくさんの皆さん来てもらってですね、いい会になったのかなというふうに思います。ちょっとお金使いすぎたなって反省してる。ここからまた仕事頑張りたいと思います。どうですか、2回目やってみて。いや今回も最高のゴルフコンペできたんですけど、まず参加している皆様が怪我なく終われたのが一番良かったなっていうところです。そうだよね、はい、まあ、怪我なく天気もよくね、まあ、それが一番かなというふうに思います。でもう一つ言うならば、こういうイベントをやることで社員のコミュニケーションとか、やっぱりこう仕事の仕方とか、いろんなこう人との関わり方も含めてすごい勉強になったのかな。改めてこのイベントをやる目的、コロナでなかなか会えない時期に続きましたけど、これは大切だなと気づけたのが一番の収穫かなと思います。ということは何かまた別のゴルフコンペ以外のイベントも、ちょっともう忙しい。時間がないんで。そうですね、ちょっとではもう限界かな。そうですね、はい、限界なんですけど、また来年このゴルフコンペはやりたいなと思いますんで、皆さん応援のほどよろしくお願いします。そしてフェザーホーム、これからますます発展していけるように頑張ります。今日はありがとうございました。懐かしい笑顔。
優勝できるように頑張ります。ナイスショー。